ンネル。DYM 人事部熊谷です。小池真帆です。山本です。はい、ということで今回もゲストはシャイニング丸の内さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとまたスタジオでなくですね、別画面でご登場となりますが、改めてまた簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。新卒でリクルート入って、そこから転職してコンサルに行って、そこから独立して今経営中の会社やってます。今回シャイマルさんに外交についてお話を聞いていきたいんですけれども、業務の中で苦労した点どんなことでしたか。僕は細かいミスが多いので、入学試験の時から覚えてるんですけど、僕はざっと分かったら満足しちゃうので、細かいところまでミスなくやるとかすごい苦手なんですね。で今でもそれすごい苦手で、多分一生治んないと思います。コンサルには結構いろんなタイプのプロジェクトがあって、僕に適しているプロジェクトっていうのは、とりあえずここの市場に行こうというふうにトップマネージメントに意思決定してもらおうとか、結構迅速に答えを出すっていうのは比較的得意な方だと思う。一方で例えばエクセルが膨大にあって計算をやっていって事前の計算とかもあって、でミスを絶対しちゃいけないとかっていうのはすごい苦手で、僕にとってそれ苦手かつつまんない方だったので、それをやってるこのプロジェクトにアサインされてしまった時はお互い意味ないなっていうふうに感じます。製造戦略としては弱点をカバーするっていうのも方針としてはなくはないんですけど、僕はあまり弱点をカバーするっていうような方針よりは得意なところに飛ばすっていうような方針 でひたすら得意なことだけをやってます。独立後も当たり前なんですけども、やっぱり不得意な仕事っていうのを独立したらより受けることができない、でやっていってうまいパフォーマンス出なかったとしたらすぐ切られてしまうので、ファームにいるよりも今は完全に得意なプロジェクトだけフォーカスしてやっています。結果的にその選択肢をやっていて何でも屋さんにならず、すごい明確な専門性っていうのを持ってたので僕は良かったと思います。コンサルの名物社内失業アベイラブルビーチって何ですか。コンサルってフリーランス集団みたいなもので、常にいろんな案件っていう新しい案件を企業が取り続けないと売り上げがなくなってしまうという、すごいそもそも不安定な業種なんですね。そうすると今回みたいな不景気がいきなり来て企業の投資意欲がしぼんでくると一気にプロジェクトっていうのがなくなるんですね。コンサルってすごい切りやすい種目なので、そうするとコンサル会社は例えば500人いるけど200人分のプロジェクトしかありませんとなったら300人は遊ぶしかないんですね。でその時のことをアベラブル、アベってるとかっていうふうに言います。プロジェクトは合間合間で1週間とか次のプロジェクトが始まるまで待ってる時間のことをビーチとでは言いますね。僕は幸いなかったので良かったんですけど、なった同期1割ぐらいですかねっていうのは発生しますね。そうすると居づらくなって辞めます。基本的には各社によって割合違うとは思うんですけど、1割強ぐらいは初年度で切られるんじゃないですかね。切られるっていうのは明確にお前クビだっていうふうに言われるわけじゃなくて、アベラブルだととにかくやることがないんですよ。で会社内の脱他のプロジェクトを少し手伝うであったりとか、あとはパートナーがどっかに対して営業したいからそのための使用作成をしたいとかっていうような、結構しょうもない仕事ばっかを振られるようになっていって、でその人たちがこれから社内にいたとしても暗い未来だっていうのは本人も前髪でも分かっちゃうんですね。アベラブルが長く続く中でファームに続けるっていう選択肢はかなり本人にとっても悪い選択肢で、そうなってくると自然と転職していきます。これは本当に超大型の業界で、何十万人も雇用してますっていうようなところだったらそういう人たちも増えてくると思います。活躍できる社員とできない社員の違いは何ですかね。基本的に気合だと思うんですね。自分は頭いいんだとかそういうふうに傲慢で、ロジカルな俺を見せてやるぜみたいな人はすぐ折れてしまう傾向があって、でこっちから結構厳しめなフィードバックとかをするとどちらかというとこっちのせいにしがち、あとクライアントのせいにしがち、俺は頭いいのにお前言ってるお前が分かんないのが悪いんだであったりとか、その上司のインプットがくだらないとか細かいことばっかり言いやがってとか、プライドを高く保ってる人たちっていうのは結果的にあんまり能力が伸びないですし、周りからも可愛がらないですし、クライアントからも疲れないので退場していく傾向が結構強いと思います。本社に入るとちょっと頭いいみたいに誤解されることがあるかもしれない。みんな別に僕も含めて大した頭良くないんで、そういうとちょっと頭いいコンサルタントもいるとは思いますけど、そんな頭いい人口なんて日本に絶対数そもそもそんなにいないので、自分がまだ大したことないっていうふうに謙虚になっていってやる気あって頑張り続けるっていうのが小学生みたいな話ですけど一番大事だと思ってます。1年前ぐらいですけど、シャイマルさんに厳しいフィードバックを受けた大学生が僕の会社にインターンで入ってきて、シャイマルさんに怒られた話してましたけど。
平均的な新卒入社社員の年次での年収の推移ってどんな感じか教えていただいてもいいですか。初年度は5、600万でどこの各社も変わらないと思います、うん、一部の退職金の積み立てであったりとか福利厚生っていうのは各社によってやや違うみたいなんですね、うん、でそれやや違うと思いますけど、5、600万っていうのは変わらないと思います。それが平均的には 2、3 年とか続いていって、次になってくると大体倍ぐらい、1000万、うん、1000万強、総合計だったらもう少し下の800万、900万とかぐらいですかね、うん、早い人だと3年とかでいきますけど、まあ、例えば平均的に5年だとして、まあ、大体1200万から1800万とか、そのぐらいじゃないですかね。で結構そこまでになってくると、ボーナスがあるファームとかないファームとかもあって、ファームごとのばらつきっていうのが出てきます、うん、退職されようと思ったきっかけですとか、ご理由も教えてもらえますか。辞めるいいオポチュニティがあったっていうのが一番の理由ですね。転職しようとかっていうのはあまり考えていなくて、僕の場合はその独立をするすごいラッキーな条件っていうのがあったので、まあ、辞めようかなというふうに思ってます、うん、こんなことやってるのかっていうのは、まあ、観光旅行的には見ることができた。これから自分がこんなことやっていくのかなっていうのも、もちろんその能力が身についたわけじゃないですけど、見ることができたので、僕としてはそれを時点で結構ハッピーだったので、いいかなっていうふうな感覚で退職しました。で今でもその時に退職した判断っていうのはとてもいい判断だったと思ってます、うん、そこからこう今の働き方だったりっていうところはどういうふうにお考えですか。労働時間でいうと明らかに伸びてるのが残念なところなんですけど、昔みたいに上司がいて働き方を制約されるっていうようなわけではないので、節約はなくなりましたね。忙しい時でいうと5時間睡眠で起きてる間ずっと仕事してますみたいなのが週7日間2、3週間続くのが僕の忙しい時ですね。外婚出身だと独立しても忙しくなるんですね。もうそういう人種に育っちゃうんじゃないですか。そうですね、多分もう。さっきプライドがある程度低い方がいい、謙虚な方がいいって言ったんですけど、一方でちょっと矛盾するような話なんですけど、プライド高い方がいいこともあって、絶対にいいアウトプット出すとか、絶対に約束裏切らないっていうプライドは、これは持った方が良くて、僕も結構それはそれなりに持ってる方なのかなっていうのを思ってるんですね。例えば期日にとかになって、ごめんなさい、できませんでしたとか、そういうのはすごい恥ずかしいというふうには思ってて、でそういうふうに思ってる人が多いので、独立すると、それがノンストップになってくるんですよ。外婚を志望する学生に向けてアドバイスお願いします。気合と根性で頑張りましょう。はい。じゃあ、本日はここまでありがとうございました。ありがとうございました。